ルイス・アーミステッド、ルイス・アディソン・アーミステッド、1817年2月18日から1863年7月5日はアメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争では南軍の将軍だった。ゲティスバーグの戦いの中のピケットの突撃で致命傷を負った。アーミステッドはノースカロライナ州、ニューバーンでウォーカー・キース・アーミステッドとエリザベース・スタンディー。 アーミステッド夫妻の息子として生まれた。成果は、ソソフジョン・ライト・スタンリーのものだった。ソフジョン・スタンリーは、アメリカ合衆国会議員であり、叔父のエドワード・スタンリーは、南北戦争の時に、ノースカロライナ州東部軍政府長官を務めた。父のウォーカー・アーミステッドと、その後人の兄弟は、米英戦争に従軍し、中でも、ジョージ・アーミステッド少佐は、イギリス軍が攻撃した。 ボルティモアの戦い同期のマクヘンリー指揮官であり、その時のことがアメリカ合衆国の国家、星のきらめく旗の歌詞を生むことになった。ルイス・アーミステッドは友人からローと呼ばれた。これはロザリオを意味していたが、アーミステッドは恥ずかしがり屋のやもめであり、女たらしではなかったので、皮肉を込めた冗談から付けられていた。アーミステッドは陸軍士官学校に入学したが、 仲間の士官候補生、ジュバル・アーリーの頭で皿を割れるという事件の後で退学させられた。しかし、アーミステッドは、学業、特にフランス語、当時の士官学校の士官候補生にとって難しい教科だったで、問題があり、歴史家の中には、士官学校を去った真の理由にこの学業でついていけなったことを挙げる者もいる。影響力のあった父が、 アーミステッドの同級生が卒業するのとほぼ同じ。頃の1839年7月10日に、第6アメリカ不評連隊の少尉の位を息子に取り付けた。1844年3月30日に注意に昇進した。米国戦争に従軍し、コントレラスの戦いとチルブスコの戦いで大尉に名誉昇進し、 チャプルテペクの戦いで負傷し、森のデルレーの戦いとチャプルテペクの功績で勝者に名誉昇進した。1855年3月3日に大位に昇進した。アーミステッドはウィンフィールド、スコット・ハンコックとは親友であり、南北戦争以前はカリフォルニア州ロサンジェルスでスコットの補給係将校を務めた。ある資料によれば、 アーミステッドが南軍に加わるために軍隊を離れる前のお別れ会でハンコックに、もし戦闘でハンコックに対して手をかけるようなことがあれば、神が私に死を賜うと告げたとのことである。アーミステッドは2回結婚した。最初の結婚相手は、ロバート・イーリー将軍の遠い親戚で、セシリアリーラブであり、1844年のことだった。二人には二人の子供、 ウォーカー・キース・アーミステッドとフローラリー・アーミステッドが生まれた。セシリアが1850年に死に、アーミステッドは1852年に未亡人のコーネリア・タリア・フール・ジャミソンと再婚した。夫妻には一人の子供、ルイス・ビー・アーミステッドが生まれた。コーネリアは1855年に死んだ。戦争が始まると、アーミステッドは東部に移動し、少佐として任官したが、 すぐに、第57バージニア不評連隊の大佐に昇進した。最初は、バージニア西部での任務に就いたが、間もなく、東部に戻り、ロバート・イーリー将軍の北バージニア軍に就いた。リーの下で、セブンパインズの戦い、七日間の戦い、この間のマルバーンヒルの戦いで流血の多く意味の、い突撃の戦法にばれた、及び、第二次ブルランの戦いで一向旅団を指揮した。 アンティタムの戦いの時は、D の憲兵司令官を務めたが、効率な脱走のためにこの方面作戦にあった軍隊を損ない、不満の募る役目だった。その後、ジョージ・ピケット少将の師団につき、フレデリックスバーグの戦いに参戦した。1863年春のチャンセラーズ・ビルの戦いの時は、ジェームズ・ロング・ストリートの第一軍団について、 ノーフォーク近くにいたため参戦できなかった。ゲティスバーグの戦いでアーミステッドの旅団は1863年7月2日の夜に戦場に到着した。アーミステッドは翌日のピケットの突撃で北軍の中央部に向けて出撃した。北軍の指揮官は皮肉なことに親友ウィンフィールド・スコット・ハンコックであった。アーミステッドは旅団の先頭に立ち、 サーベルの先に刺した帽子を振るって突撃の目標点であったアングの石壁まで達した。旅団は突撃に参加した他のどの旅団よりも遠くまで進撃しており、南軍の最高到達点と呼ばれることがあるが、到達したのは120名ほどで、すぐに北軍の反撃に圧倒された。アーミステッドは石壁を越えている時に3発の銃弾を受けた。その傷は、 致命傷とは思われず、腕と膝の下の筋肉部に当たっており、治療をしたグミによれば、どの傷も骨、動脈あるいは神経に損傷を与えていなかった。倒れた時にフリーメイソンの助けを求める合図を送った。北軍の士官で後には交換に上り、影響力ある連邦議会議員となったヘンリー・エイビンガム大尉が、やはりフリーメイソンであり、アーミステッドのところに来て、 解放を申し出た。ビンガムは、アーミステッドに、ハンコックが、北軍防御船でこの場所を指揮していたが、ハンコックもちょうど負傷したところだと伝えた。この光景は、マイケル・シャーラの小説、ザ・キラー・エンジェルスに描かれており、アーミステッドが主人公である。アーミステッドは、その後、スパングラー農園にあった北軍の野戦病院に、収容され、二日後に死んだ。 アーミステッドの電気作者ウェイン・モッツは、アーミステッドが、肺塞戦症で死んだ可能性が強いと考えているが、他の者は、敗血症によるショックと、熱性疲労あるいは熱中症の合併と主張してきた。アーミステッドは、ボルティモアのオールドセントポール墓地で、墓地でマクヘンリートリデの守備隊指揮官だったジョージ、アーミステッド中佐の隣に埋葬されている。シャーラの小説。 ザキラー・エンジェルスを原作とした映画、ゲティスバーグでは、俳優リチャード・ジョーダンがアーミステッドを演じたが、ジョーダンは、アーミステッド同様その後間もなく、死だ。映画の中の最高到達点近くで、アーミステッドとビンガムが会うシーンは、ビンガムの代わりに、ジョシュア・ローレンス・チェンバレン大佐の弟、トマス・チェンバレン注意、配役はシートマス・ハウェルに置き換えられていた。映画、ゴズ・アンド・ゼネラル。 日本では衛星放送のみで公開では俳優ジョン・プロスキーがアーミステッドを演じフレデリックスバーグにピケットと同行している。ニュート・ギングリッチとウィリアム・フォース・チェン協調のもう一つの歴史小説ゲティスバーグでアーミステッドが登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。